昨夜、南九州市で住宅一棟が全焼する火事があり、焼け跡から一人の遺体が見つかりました。この家に住む高齢の男性と連絡が取れておらず、警察は遺体の身元を調べています。警察によりますと、昨日午後8時ごろ、南九州市川鍋町宮で近くに住む人から家が燃えていると119番通報がありました。火はおよそ2時間後に消し止められましたが、この火事で無職飯草健太郎さんの木造2階建ての住宅一棟が全焼しました。だから火事の方が燃える音がすごかった。バンバンって言うから、だから最初とか花火かと思った。警察と消防が捜索したところ、今朝焼け跡から一人の遺体が発見されました。警察はこの家に一人で住む飯草さんと連絡が取れていないことから、遺体は飯草さんの可能性が高いとみて身元の確認を進めるとともに、火事の原因を調べています。